こんにちは。今回は久しぶりにマスキングテープを使ってこのラミネート、100均にも100円均一のショップにも売られていると思います。名札とか、診察券とかをこう綺麗にコーティングするための、ラミネート、セルフラミネートっていう、カードタイプのこういうので多分販売されてると思います。こちらとあとこのお好きなマスキングテープと、あとはこちらのちょっとお好きなイラスト、ちょっと私はミッキーを描いてみたんですけれども、お好きなイラストとか写真とかをご用意いただいて作ります。でこちらの作り方としては、まず先ほどご紹介したこちらのセルフラミネートのこれを使います。これは実はこういう風に見開きになってて、で、ここに原稿を置いて、でこの片面のシールになっているので、これをこう合わせていくと簡単にラミネートができます。ですのでまずこれを開いた状態に置きます。でそしてあらかじめ書いておいておいた、何でもいいんですけども、私はこの多分ご存知の方いらっしゃるんじゃないかなでしょうか。オラフっていうアナとエルザの雪の女王っていう、イラストをちょっと、YouTube 見ながらちょっと描いてみたんですけども、何でもいいと思います。写真でもいいですし、プリクラでも、プリントクラブのプリクラでもいいと思います。でこの原稿をまず置きます。見えますでしょうか。この原稿を置きまして、ちょっとこの原稿の方が少し大きいので切っちゃいます。で置きます。で原稿を置くだけでもいいですし、お好きなこのマスキングテープを、貼っつけてもいいと思います。こんな感じに貼り付けて、後でちょっと切ってもいいと思います。で切り取ったものは、ちょっとすいません、でこちらのラミネートのこれを、空気を入れないように貼るんですけれども、その際にこちらの物差し、スケールというか定規というか何でもいいんですけども、これをちょっと水平に置いて、こんな感じですかね。これをこういう風に置いて、こう移動させて貼っていきます。平らなとこであった方が一番やりやすいと思います。これで時々、ちょっと中の方を確認しながら、貼り付けていって、でまだはみ出るマスキングテープがあったら、これで切り取っておきます。で切り取った後は、ちゃんとこう入ってるかどうか、あとは簡単にここちょっと空気が入ってるので少し手で
抜いておくといいと思います。ここだけでも完成でもいいんですけれども、まあ、せっかくこのマスキングテープがあるのでこれで四方を囲います。上も囲います。で、折った後は折り返します。で、こちらも折り返します。で、折り返した後はこれをちょっと形を整えます。こんな感じですね。ちょっとここが気になるのでこれはちょっと全面貼っていきましょう。全面貼り付けて貼り付けます。だいぶちょっと完成が見えてきましたね。あとはこちらも貼っていきます。で、また折り返します。